早めです。今日は青森県八ヶ岳村に来ておりますけどね、こちらの道の駅寄ってこようと思います。ちなみに向こうは向こうでね、レストランがあるみたいですね。なんだカレーだとか有名なのかな。今日はねちょっとねレストランは行かずに道の駅だけ行ってこようと思います。あ、味噌ソフトがあるんですね。うん、これはどこ。ああそっか、メロンのシーズンだね今ね。うん、あ、すげえいい香りがする。ちょっともうね、2時頃なのでいろいろ売り切れちゃってるようですけども。はへ、なんだこれ。ああ、古代米だ。うん、まあスプーン一杯混ぜてみましょうってやつだね。へえ、これは普通のお菓子だけど、ああ、南部せんべい系か。この辺は地域のお菓子。ジャムがあって、リンゴジュース系。しじみエキス、あ、このしじみエキスも青森のやつなのかな。いや違う、山形だ。意外にもいぶりがっこ、いぶりがっこ、これやっぱ秋田のやつだよね。こっちでも作ってんのかな。あ、やっぱり大山だね。りんご棒、だけ君棒、ふがしか、りんごやだけ君で作ってる風なのかな、あるいは味をつけてるだけなのかな。あ、卵ワンパック240円だったら意外と安いかな。数量限定500円、これで安いね、すごい。リンゴジュースか、シソジュース、シソジュース、うん、青森県産のシソジュースってちょいちょい見かけるね。レストランも行ってみたいと思います。楽しかったですね。雨でした。ご視聴ありがとうございました。